それではですね、お話をしたいと思います。担当即習って秋のね、講座が始まります。で、全体講座の方が第1回目、9月16日に開講ですよね。1時半から始まりまして、大体これからやっていく概要ですね、すべての科目ありますよね。独自意匠、から著作権不正競争と条約っていうのは、一応すべての科目になってくるわけでありますが、この概要一応やってしまいましょうっていうのが、この回ですね。でこれは無料体験できますので、どんなことをやるのかなって見てもらいたいと思うんです。いわゆる法的立案と構造って全部あるので、その話をします。でそれを見ていただいた上で決めてくれたらなって思っています。でその後やるのが本論となっておりまして、9月30日なんだよね。ここから特許に入っていきます。でこれがまたちょっと違うんですね、今までとはね、通常の入門講座ではなくって、言ってみたら過去問を使いながらちゃんとやっていくんだとなりますんで、過去問ももうこの段階でもやってしまいます。特に担当を受かりたいっていうんであるならば、年内中に1回は回さないとね、回らないと多分時間がないんですよ。でその後細かく詰めていくっていう作業を年明けから3月の末ぐらいまでやっていくのが一般的なんですよね。でそうしないと多分受からないですよ。で残った1月半って何やるんですかというと、多分暗記なんだよね。暗記講座を受けなくて暗記をしましょうねってことになるんです。そうしないと多分受からないですね。今担当は結構難しい。論文以上ですよ。そこでいかにいい点数を取って論文に近づけるかっていうことを目指していくのが、この講座って話になります。で通学ももちろんできるんだけど、通信の方にも受けてもらいたいと思っています。特に大阪ないしは名古屋って今年は空き生全くないわけでしょ。でどうやって勉強するんですかね。春まで待ってるわけで、今合格者がどんどん減ってる状況ですよ。でもしだんだん立ってしまって受けますって話になると、最終は100人台ってこともあり得るかもしれないよね。でそうなっちゃうとかなり厳しいぞって話になります。私ぐらいの時は120台ありますんで、合格者って最終がね相当難しいですよ。やっぱ200人台と100人台相当違うだろうし、200人台の後半と200人台の全般ってやっぱ違うんですね。別試験っていう感じです。これが100ですねって話になると全く別次元って話になっちゃうんだね。でそういった意味では早く少なくても担当ぐらいは押さえておかないといけないかなって思っています。で時期的に言うと、9月よりももう最後、これが最後だね、これよりも後に勉強開始って話になると多分ちょっと厳しいでしょ、担当があるってことはね。65% と言ってますけど、結構今難しいんですね、なかなか。でその一方でやり方を間違えないと50点で担当は取れますから、いかに間違えないやり方でやるかってことだよね。そしてほとんど働いてるわけでしょ。通信ワークを使うかさもなければ通学といったって、これは土曜日1回だけなわけですよ。働いていて普通水曜日とか金曜日とか木曜日とかって通常来れますかね。多分無理だよね。どっちかを犠牲にしなかったら絶対難しいと思うんですよ。でもそれってなかなか選択肢としてはないんでしょ。であるならばこれ来るのは土曜日だけなんですよ、来るので。でそれは来れませんっていうんであるならば、さっき言った通信をうまく使ってぜひ合格してもらいたいと思っています。で通信って結構うまく使えば最強の道具ですよね。だって土曜日だけしか話しませんから、それを繰り返すんですね、何度もね。で繰り返しているうちに何気にそこに発見というのが出てくるようになると、担当の論文も受かりやすいっていうか受かります、必然的に。でそして合格した後も使えるんだってなりますので、ぜひそうしてもらいたいかなって思っています、ね。本会講はさっき言ったように9月30日、それ前提であるところで、いわゆる全体構造ってやりますので、これからどんな勉強していくんですかってことを見る上では、9月16日、これ来ていただいて、受けてもらいたいと思います。で受けてもらった上で決めてもらいたいかなって思ってるんですね。やっぱそんなに安い買い物ではないから、ちゃんと納得した上で受けるかどうかって決めてもらいたいと思っています。ただ受かってしまえば資格は一生でありますんで、別に持っていて損は全くないですね。プラスしかないとなりますんで、そのことも含めて、家族を含めたね、いろんな方々と検討していただいて、最終的には決めてもらいたいかなと思っております。